古線橋から望むホーム駅舎と駅前の歩道安倍山公園駅は福岡県北九州市小倉南区湯川新町4丁目にある九州旅客鉄道日報本,本線の駅である。駅番号は JF 0号。開業当初は無人駅であったが乗降客が急増したためテントを設営して乗車券を販売し、その後にプレハブの駅本屋を設置した。 相対式ホーム2面2線を有し、古線橋から駅本屋を介して国道10号が通る高架道路に設置された狭い歩道に接している。その歩道で北側と南側にそれぞれ階段で往来することができ、南側の階段を下ったところにタクシーが1、2台待機している。また、無料の駐輪場も国道10号高架下に北側南側双方にある。駐車場は 駅南側階段から徒歩2分ほどの線路北側に JQ パークがある。また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づいて平成18年12月に制定された移動等円滑化の促進に関する基本方針により、1日あたりの平均的な利用者数が3000人以上の鉄軌道駅については、 令和2年度までにバリアフリー化することが定められている。よって、安倍山公園駅も平成28年秋よりバリアフリー化に向けた工事を実施し、平成30年夏に竣工した。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。自動改札機を備え、守護化の使用が可能である。夜間と早朝は、 無人となる。守護家は、無記名式守護家乗車券のみを自動券売機で発売する。JR の特定特市内制度における北九州市内の駅である。2020年度の1日平均乗車人員は1928人である。JR 九州及びと、受け北九州によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、小倉南区の北部にある。 駅の北側にある同名の安倍山公園は桜の名所として知られる。小倉駅までは最速11分で行けるため、駅の周囲は住宅地が多く朝夕は通勤、通学者が多い。駅前は国道10号に接しているものの、国道及び駅舎が高架上にあるため、国道から駅入口付近へ直接入ることはできない。住宅地に囲まれている上、戦術の通り、 国道から直接当駅へ入ることができないため、やや分かりにくい場所に駅が存在する。ありがとうございます。